クラブヒッターのたけちゃんです。本日はニューダイナミックゴルフについて徹底比較してみました。大丈夫これ、それじゃあ全部振動数測ってみますね。まずはニューダイナミックゴールド95の S200 からいきます。はい、294ですね。はい、続きましてニューダイナミックゴールド105の S200 です。はい、320ですね。はい、続きましてニューダイナミックゴールドの120の S200 です。332ですね。ちょっと比較対象で、ずっと愛されているもともとのダイナミックゴールドの S200 です。336ですね。それでは最後にこちらも長く愛されている軽量スチールの NS プロ 950GH の S です。324ですね。はい、それではまずニューダイナミックゴールド95の S200 打ってみますね。持てた。はい、続きましてニューダイナミックゴールド105の S200 いきますね。最後にニューダイナミックゴールド120の S200 打ちますね。ごめんなさい、ごめんなさい。いやもう逆にこれ入れてもええぐらいですけどね、逆にね。はい、最後にニューダイナミックゴールド120の S200 打ちます。はい、それじゃあ数字見ていきますね。まず、今回このニューダイナミックゴールドについて、少しお話しさせてください。以前から、本当ベストセラーと言われるぐらい未だに、使用率の高いこの元々のダイナミックゴールドっていうのが、まあ、カット前が 129g とやっぱりかなり重いんですよね。で実際硬いですし、振動数が336という振動数があって、一般の、まあ、男性アマチュアゴルファーには最近少しちょっと厳しいという流れから、ダイナミックゴールドの調子、つまり元調子ですね、元調子ってを引き継いだ軽量シャフトを出してきたわけです。で、特に一番画期的なのがこのダイナミックゴールド95ってやつですね。これほぼカット前 95g です。で、何よりも今まで 95g ってなると、このまあこれもベストセラーですね、日本シャフトの NS プロ 950GH の S っていうのが、まあ皆さんよく知られてると思うんですけども、これは同じぐらいの重量なんですけど、硬さが324、ちょっと硬いんですよね。だからこの重量帯打つ人にしてはちょっと硬い、この NS プロ950とはどちらかというと先上昇シャフトなんですよね。で、この重量帯ぐらいの軽量スチールを振るっていう方は昔からどっちかというと捕まりにくいっていう、先めのシャフトが多かったのに対して、
100g を切る初めて、まあ、正式ではこれ中本調子なんですけど、初めてできたシャフトと言っても過言ではないぐらい非常に珍しいシャフトですね。 100g を切る、まあ、手元系のシャフトの調子です。しかもそれでもって振動数も294と、まあ、もうこのぐらいの重量を打つ方にとってはまあベストに近い振動数のシャフトなので、このシャフトは本当に、軽量シャフト 100g 切るのをスチールを狙っている方はちょっと試してもらいたいシャフトです。でちょっとじゃあ数字見ていきますけど、この95なんですけども、やはりヘッドスピードは3本の中で一番出てますね。軽いのでとにかくヘッドスピードが走ります。プラス距離もやはり一番出てますね。7番で私が160だ、普段よりまあ10ヤード近く飛んでるんです。やはり速く振れる、しかもドロー回転がかかった捕まりやすいっていう、非常に軽量なんですけど、まあ、私ちょっと元系が好きなんですけども、手元のアイアンなんかで言うと手元で非常に振りやすい、今までの軽量シャフトのスチールとはちょっと違った感じですね。これはちょっと試してもらいたいなと思います。続きまして売ったのがダイナミックゴールド105ですね。これは一番多分皆さん比較しやすいのがモーダス105、NS プロモーダス105と比較しやすいんですけど、モーダス105の S っていうのはちょっと硬いんです。それに対してこのダイナミックゴールド105の振動数は320と、比較的この重量帯を打つ人には向いてる。ヘッドスピード43、4、5あたりの方っていうのはこのぐらいの振動数が理想なので、まあ 120g は打てないけど 105g ぐらい打ってみたいという方のヘッドスピードで、43、4、5ぐらいの方っていうのは多分合うと思います。はい、で数字的には私も実は片手的にはこれベストなんです。だからスピン量は5925っていう風に7番アイアンでは理想の数字になってます。まあちょっと距離はね思ったほど出なかったんですけども、非常に振りやすい振動数のシャフトなので、最後に振ったこのダイナミックゴールド120、これはちょっと私にとっては硬いです。 120g、カット前が118ですかね、のシャフトで332と来てますので、まあ、ちょっと硬いですね。まあ実質元々のダイナミックゴールドより少し重量が軽くなったシャフトと思っていただければ、まあ硬さはそのままで軽くしたいっていう人にはおすすめのシャフトです。で私たちはちょっと硬すぎたかなというところですね。はい、だからまあ全体的に今回のダイナミックニューダイナミックゴールドっていうのはこの95っていうのと105っていうのは私としては非常におすすめしたいシャフトですね。重さが変わることによってそれが受ける人受けない人および弾道っていうのはどう変わってくるんですか？そうですね、まず、打てる打てないっていうのはもちろんヘッドスピードでも よりますよね。重さもヘッドスピードにもよるんですけど、私が結構重要しているのはこう握力ですね。握力がシャフト重量には非常に大事になってきますので、握力の弱い人が重いシャフトを振ってボールに当ててしまうと衝撃で当たり負けしてしまうんですよ。ヘッドが開いてしまったりしてしまうので、比較的握力っていうのをシャフト選ぶ重さを選ぶ基準にしてもらうと分かりやすいかなと思います。軽いアイアン、重いアイアン、弾道はどうですか？そうですね、やはり軽い方が高さが出ます。打った中でもやはり95と105は比較的120に比べて2度ほど高く出てますので、やはり軽量シャフトの方が打ち出し角がポーンと出やすいのは出やすいですね。逆に重いアイアンのメリットっていうのは何かありますか？まずまあよくスイング的なことを言うと手打ちになりにくい、バックスイングなんかで肩が入りやすいとかってもあるんですけども、やはり重い方が厚めに入るという、ボールに対してまあ分厚く入ったり、あとは当然同じヘッドスピードで振れるんでしたら、まあ軽トラがぶつかるとトラックがぶつかるっていう原理と一緒で、重い方が当然強い球、まあ風にもそうですし、同じヘッドスピードで振れるんやったら当然距離も重い方が出ますよね。メジャーところで言うと、今回のダイナミックゴールド、NS プロ、で、モーダス、3つありますけども、価格的なものは？そうですね、まあ、スチールシャフトなんで、そんなに大差はないです。まあ、変わっても1000円単位なんで、はい、そんなにどれが安い、高いっていうのは、あまり気にされなくていいと思います。はい、ズバリ、たけちゃんはこの3つの中で、どれがおすすめですか？そうですね、まあ、これ難しい質問ですけど、私は重量と振動数が合うっていうのはやっぱモーダスの120だったんで、私個人はモーダスなんですけども、ただもう少し軽量シャフトがいいっていう方は今回のニューダイナミックゴールドっていうのは試す価値ありだと思います。たけちゃんのダイナミックゴールドは硬さどんな感じですか？それは下ネタですか？質問したら変えます。たけちゃんはダイナミックゴールドですか？ちょっと待ってください。これどこまでがネタなんですか？これいや、私は多分軽量スチールだと思います。チャンネル登録
高評価でタケちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。